はい、お世話になっております森田の宮崎です。今回はですね、お得情報です。年明け限定にはなるんですけども、これを買えばお得ですよっていうね、内容になってます。いつも通りね、答えを先に言います。焼肉用、そして切り落としとくこま切れ、そしてミンチ、そしてこう角切りになったようなね、カレーとかシチュー用、これらの商品を年明けの今買うのがすごくね、おすすめです。今まあ冬じゃないですか。だから寒い時期っていうのはスライスのお肉がすごく売れるんですよ。どこのお肉屋さんも、まあ、しゃぶしゃぶ用だったりすき焼き用だったり、まあ大きな煮込み用とかもそうかな、ちょっと売れたりするかな。で年末だったり、まあ、年始だったり、お肉ってねものすごく売れるんですよ、まあ、1年の中で一番売れる時期なんですね。さっき言ったスライスとかがすごくたくさん売れるんですよ。たくさん売れるから、まあ、売れるの分かってるんで、年末にねいっぱい仕入れるわけなんですよ。ものすごいいっぱい仕入れる。でスライスは売れるけどね、売れるけども売れないものがあるんです。売れないっていうかね、売りにくいもの、これがね一番最初に言った焼肉用なんですよ。今焼肉を買われる方っていうのはねものすごくね少ないんですよ。毎年ね焼肉用っていうのが残るんです。その代表がバラ肉なんですけど、バラがいっぱい残るんですよ。お肉屋さんはもう今ねバラの焼肉を売りたくて売りたくてしょうがないような状態なんですよ。もうでも売りたくても売りたくてしょうがないんだけども、どうしようっていうぐらいの量があるぐらいの状態だと思います。まあそのまあお店によっては違うとは思うんですけど、まあ僕なんかのお店なんかはそうです。まあ他のお店もそうだと思います。だからね今ね焼肉用を買うとねチャンスです。ちょっとねもう安くで販売してあったりとか、同じ値段でもいいものが入ってたりとかするんで、今ね精肉店で、お肉屋さんね精肉店で焼肉を買うっていうのは、ね、すごくねおすすめです。で次はね切り落としとか細切れのお肉です。まあこれは牛だけじゃなくて豚肉もそうなんですけども、これは精肉店でもスーパーでもどっちも一緒です。理由はさっきと一緒です。いろんなものがたくさん売れるから、歯切れみたいなのがもう同時にたくさん取れるんですね。でその通常以上にそれがものすごくあるんです。それでもなんとかこう売ってしまわないとお肉って腐るじゃないですか。だからもう超小高級なものでも全部細切れにしたりとか切り落としにして、切り落としとかにしてこう売ってしまうっていう時期なんです今。だから今精肉店とかスーパーとか行って細切れとか切り落としを買うとすごくねお得になってるはずです。でポイントとしては、見方のポイントなんですけども、一概には言えないですけど、その切り落としとか細切れを、まあ、パックでもいいですし、こうショーケースに並んでるのを見てもいいですし、こうあいろんな種類が入ってるなと思ったらもう買いですね。同じ理由でミンチ、まあ、ひき肉ですよね。ひき肉とあとこういう角になったカレーを、カレーシチュー用なんかもね、すごくねおすすめです。同じ理由です。もうたくさんあるので、通常だったらミンチってスーパーでもそうですし、精肉店もそうですし、ミンチのお肉ってすごく売れるんですよ。まあ、ハンバーグだったり、使い勝手いいですし、お値段も手頃なんで、よく売れるんですけども、普段はね、足りないぐらいなんですよ。ミンチのお肉どうしようと。で、ミンチ用って言って、こう、仕入れをして、売ったりするんですよ。でも今は、そういうことしなくていいんです。もういっぱいあるから。だから、そのいっぱいあるっていうのは、わざわざ仕入れるものよりもいいもんなんですね。こういう状態が起こる理由っていうのもね、あるんですよ。お肉ってこう、セリがないとお肉って仕入れられないんですよね。セリ場っていうのがないと。で、セリっていうのは大体年内、12月だとクリスマスぐらいで終わるんですよ、仕入れが。でそこまでで、ね、仕入れたものをこう年末に売って、でお正月が来て年明けにこう売っていくんですよ。で
あの初競りっていうのがあって、初競りっていうのはだいたい1月の7日から10日あたり、まあ、全国的にだいたいそうです。京都は8日なんですけど、だいたい7日から10日ぐらいの間がね、まあ、全国的に初競りが行われるんですよ。で、初競りがあっても、普通のお肉屋さんっていうのはその初競りがあって買うのは卸業者さんが買う、卸業者さんが買って、で僕たちの精肉店に持ってきて、でそれを処理して売るってなったらね、もうだいたい13、14、15日ぐらいから、やっと14、15日ぐらい、成人式ぐらいですよね、そのぐらいからやっと、あの年、あの今年の新しい、あの牛肉並ぶようになります。だからさっき言った、焼肉用、切り落としとか細切れで、ミンチ、それと赤ぶきりのカレーをね、これをね、まあ、おすすめだって言ったのは、大体ね、成人式ぐらいまでがね、狙い目なんですよ。はい、今回は年明けのお肉を買う時のお得情報っていうのをね、お話しさせていただきました。これまあ今冬なんですけど、夏はね、夏のお得情報っていうのがあったりするんで、それはまたその時にね、また動画上げたいなと思うので、またよかったら見てください。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイ。